ジフバス B、 またも全国大会標準記録突破者が出ました。船橋朝日の常泉くん、2回目に6メートル57、そして風は向かい風1メートルですね、公認となります。男子走り幅跳び5人目の全国大会標準記録突破者が出ております。2レーンが失格となりましてスタートをやり直します。1m88に挑戦しております。ご注目ください。